滅してます。この辺のね、分断された道路などは採石とか引かれてね、このように復旧作業の方は進んでいるんですが、はい、誰もいません。あちらが、旧並木通りになります。思われます。これは震災の時に、崩落した河原でしょうか。当時のままです。 3.11 で時間が止まっているような感じです。こちらは食堂だったと思われる場所です。ここは美容室があった建屋ですね。こちらが JR 夜の森駅です。3.11 以降当然、JR はこの辺は運行されていません。当時のままになってます。夜の森の駅前はご覧のように 3.11 の地震があった時の、時間が止まったままになっています。こちらはご覧のように 3.11 の地震で石碑が倒れたままになっています。このような石碑が倒れたままになっています。除染作業をしているところです。こちら桜並木通りになります。ご覧のように除染作業を行っています。平成25年7月31日まで。見えるでしょうか。あちらが、除染作業をしているところです。平成25年本年の4月20日にこちらで桜祭りを開催する予定です。